こんにちは、ソックニッターのまゆみです。トゥルーラブシリーズ帰ってきました。新居から撮影しております。ちょっといつもと違う雰囲気かもしれませんが、こちらになりますのでどうぞよろしくお願いします。えっ、ー、と、トゥルーラブの毛糸でいろんな靴下を編むシリーズをしているのですが、今回のオーダーは青か緑系ということだったので、まあ、この明るい青と明るい方の緑、 の方を使って編んでみようと思いますでちょっと遊びましてつま先を1個ずつね内側から出してえっ、ー、と編んでいます。まん、あ、丸るつま先をいつものように30目まで編んでから4段編んだところで糸始末をしてでここをスイッチしてこのこっちは緑で青のこ、えー、の部分という風にしていこうかなと思うしこれだったら好きなタイミングでこう変えてもいいと思います。これが ナティルマ編みあれなんかマルティナさんのナティルマ編みは内側と外側ですね。なんかこう混ぜる編み方で、えっ、ー、と、二つあればね。で、ちょっと全然違うのでもね、合うので、とっても楽しいと思います。でも今回はね、つま先かかと吐き口という、あの、ところできちっと変えていこうかなと思いますが、えー、どんな場所で変えてもいいので、例えばなんか少なくなってきたなとか、 このタイミングでとか好きなところで。ただね、二つね、モバイルアミドカンの時に二つ持って歩かなきゃなんないのはちょっと難点ではあるのですが。でね、このトゥールラブシリーズは単色、何かの単色と白なので両方ともね、ちょっとずれても、ちょっとこうスイッチしてもいいような気もします。ということで、えっと、まずは最後の段、今、えー、 まんまるまるつま先が編んで、1、2、3、4段目を編んでいます。私ね、この翡翠色っていうのかな青と緑とちょっと白が入ったような色が大好きで。エメラルドグリーンなのかななんかね、トゥルーラブも、なんか赤はルビーラブとか、エメラルドラブとか、あ、緑はね、とかいう感じでいろんな色があります。 どうでしょうかここのお家の明かりはちょっと眩しいかもしれませんがこのお家も楽しんで撮影していきたいと思います。今4段目を編もうとしています。こっちもね、紺みたいなネイビーラブかな紺みたいなのもあったんですが紺よりも明るい青の方を使ってみました。 こうやってね、トゥルーラブシリーズをいろいろ混ぜっこして、最後なくなったら、それと何かまた混ぜたりして編んでいこうと思っています。で、こうひっくり返すときに、こうクロスしたら今度はこっちにひっくり返すみたいな感じにしていくと、絡まらずにノーストレスで編めます。で、まずはこっち側から糸始末していきます。 30目なので、20目編んで残り10目にしたいと思います。に、し、六八9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20で針を刺します。に、し、ろ、やと。あ、今回使っているのは、 ニットプロのマインドフルシリーズ。なんかね、ニットプロのシンフォニーの毛糸とかもあるらしいですね。昨日インスタで見つけて、久しぶりにインスタをゆっくり見れてね、よかったんですが、の2.5ミリの、ま、u s 1 5号見えるかなというもので、ここにね、うん、ちょっとメッセージみたいに、ラブとか書いています。マインドフルシリーズです。で、えっ、ー、と、残り10名になったら、 針を刺して編むようにして、で、ここを、うん糸玉の方をこう引き出してくる上にこう引っ掛けるんですね。それ人差し指で止めて、中指で止めて、まあ、ちょっとアメリカ式バージョンでしかできなくて申し訳ないんですが、で、こう糸始末していきます。この輪の分、輪の、こっちが引っ掛か,かってて、こっちで編む感じです。これをね、 YouTube かなんかで見つけたと思うんですけど、すごいなって思いました。で、足りないなって思ったら、ちょっと引き出すの少なかったと思ったら、これコードにしてここを引っ張ればいくらでも広がるので、結構長めにね、引き出した方がいいと思います。で、もう一回セットして、あとこれ、間違った方で編むと、えっと、後で引っ張れなくなるので、 そしたらね、戻るしかないですね。でも、切らなくてもいいしさ、そういうところがね、編み物のいいところです。で、この輪がこのままにしておきます。後でまあ、引っ張ってちっちゃくすることもできます。同じように、もう片っぽも左右同時編みしている場合には、糸始末していきます。前にね、2足をこんな風にして、 あの同じサイズのものを作るっていう方のを聞いて内側から出して編むのって簡単でいいなと思いました。にしろやとあと1目10目残して針を刺してここをぐーっと引き出して人差し指中指でこう押さえます。 ややりやすすいいいいようにするといいと思いますこの下で一気に2つ1本で編むみたいな感じとこう2つ1本普通に編むというふうにちょっと同じ色で分かりづらいかもしれませんが緑のものを緑で糸始末すると目立たなくていいそうです。と 気づいてくださった方がいるのでそここのコメントを使いたいと思いますこの輪にした状態のまんまひっくり返しますでちょっとあ逆だこの方がいいですねコードにしてちょっと輪を小さくしてこれね輪をなくしちゃうんですよね私勢いでピッて引っ張っちゃってなのでまあ指一本ぐらい入れてで ちょっと今回長めに切るしかないな長めに残して切って切っちゃってから糸を入れるしかないからあこっちは大きいままでいいなこの緑の輪に水色を青かこう入れて引っ張りますこれはね結構ちゃんと引っ張っても大丈夫で いつもここの目が大きくなっちゃうんですよ。なので、ここの目はちっちゃくギリギリまで、コードギリギリまで引っ張って、で、ここの並々並縫いみたいになっている部分は、こう緩くしといた方がいいと思うんですよ。というね、<laughs> 細かい <laughs>、私の細かいところが出ましたね。珍しく、ここ残り1センチぐらい残して切ります。で、 この糸端をピッて引っ張ってしまわないように1目めに針を入れてまた人差し指と中指で押さえてこの下で編むあこれの糸の下で編むこれも水色と白の毛糸の上にあ下にこの水色と白の毛糸が波縫いみたいに残るのでこう引っ張って中が見えても 同じ色なので、目立たないというか。と思います。あ、ちょっと言い忘れましたが、糸端は四センチぐらいこっちはあると。十十目くらい編めます。二四六や九。あと一目いけるか。これもね、いつもつま先が完成してから四段編んでからっていうタイミングに私はしてますが。 好きなところでしてそのバランスを楽しむのもいいと思います。途中とかでしちゃっても面白いのかなで、どんどん違う色にしてもいいと思うしねで。ここは1段目は普通に糸始末をしてから普通に編みます。こっちもやってみます。1目目に針を入れてもうこっちは切ってあるのでこの輪にこれを抜いてしまわないように静かに。 慎重に入れますまあ、かぎ針とかでシュってやってもいいと思いますでこっちを引っ張りますこの目がちっちゃくしてでもちょっと余りすぎたら切ってもいいと思うしこのままにしてもね履いても意外と邪魔にならないので <laughs> そのままにしていますでここは4センチぐらいだからもうちょっと引っ張ってもいいかな ここの下で編んだり、上で編んだりします。のマインドフルの針がね、ちょっと先が尖ってるので、なんかまあ拾いやすくもあるんですが、こう、触るときにね、押す、押すときにちょっと気をつけながら、ずっと最近アディプレミアムでこう編んでたので、針先を触る癖がまた出てきてましたね。一旦あの、 尖っっててても使えるようにななたんですがねなんかアディプレミアムマイミスペシャルという名前で売ってて買いましたという方がたくさんいてちょっとね拾いづらいところがあるかもしれませんがえっとねはあの目を拾う んかかととかみたいなシーンよりもメリアス編みの方が靴下って多いですよね。なのでそこのスピードアップということで私はプレミアムを使っています。さすがにこれ長いのでちょっと1センチぐらい残して切ります。これ短く切ると途中から中に入っていっちゃってで表に出る可能性があるので1センチぐらいです。で、この間ね読んだ本でね、ここをね、こうやってほぐしておくとこっちに 出ていかないってこうあったんで、履いてるうちにそうなるんじゃないかと <laughs>、私は思っています。あと、今ね、ちょっとコメント返しができなくって、いっぱいこう、いろいろ質問があって、答えなきゃっていうのにはこう、ハートをつけずに置いて、後で返信しようと思ってるんですが、早く編むコツは、小さい動きにする。 ということですね。あと、ずっと編んでれば編んでるほど人はね、上手くなると思うんですよね。私みたいにどんくさい人でも、こう、どんくさいからこそ何回も繰り返しても飽きなかったりするかもしれないし、なので、ちっちゃい動きにすること、何回も練習すること、やればやるほどうまくなるって、なんかこう、年取ったらあんまないじゃないですか。退化していくことの方が多いから、編み物はね、その点ね、最高だなと思っていますね。 これで一段目を端まで編みます。あ、マーカーはユニコーンです。テライさんのです。すっかりマーカーにはまってしまって、可愛い,いマーカーを手放せずにいます。で、二段目ここで段差にならないように一目下のものを このまま編んでしまうとね、ここから二目になります。ここ一目、ここ二目っていうのがね、カックンと分かっちゃうんですね。それを隠すためにいろんな方法あるんですよ。ここを滑り目して次編むとか。でも一番目立たないのは私の中でここの下を引き出してきて二目一度すると、これだけがなんかちょっと微妙に下に引っ張られて、かといってこっちの一目のもの、一段しか編んでないものよりもちょっと高いみたいな。 微妙なね、中2回っていうのかな <laughs> が出来上がるので、しかもやり方がね、難しくなくて、で、なんだろう、覚えておきやすいのでやっています。まあ、気になんなくても、最初はね、そんなのしなくてもいいと思うんですけど、なんかこう、ボーダーの靴下とかね、編みたい時とかはね、ちょっとやるといいと思います。下からこう引き出して、 二目一度するみたいな感じで。確かこれはね、三段以上のものじゃないと有効じゃないらしいんですよ。で、もしね、もっといっぱいボーダーとかで目立たないようにしたかったら、なんかこのずらすのをこう、斜めにね、ずらしてい、引き上げる目をね、ずらしていくといいそうなので、いつかやってみようと思っています。ということで、こんな感じで、 青系系と緑系の靴下を編んでいいきたいと思います。ではこの先もお楽しみに色返したらこんな感じになりましたこの濃い色のところがずれていますがそれでもね、まあ、面白いんじゃないかなと思いますで今回は2 3 5センチの靴下を作りたかったので1 7 5センチ。 えーっと、1 7 5ンチまで編んできました。で、ここからかかとに移りたいと思います。えー、っと、ラップターンのかかとと、ガセットヒールというかかとを編むときには、そのかかとに4ンチぐらいかかるんですね。で、あと、ソックヤンが伸びるので、それが2ンチ分くらい。なので、ちょっと2ンチ小さく作っています。もしね、2 3 5ンチで23.5の靴下を作ってしまうと、 えーとこう中でね足がこうずれたりずるっといったりこう余ったりしてちょっとねあまりフィットしないと思うのでいつもそうしていますでここも色をチェンジしたいんですねここからかかとを編むのにでねもう早速ねさっきぼーっとしてこのまんま編んじゃって何段か編んであ色変えるんだったと思って今ほどいてきたところですえっ、ー、といつも撮影の時には そういうシーンをカットして <laughs> 撮っているので、まるでミスをしていないかのように映っていると思いますが。ということで、ここのかかとを緑で編みたいのですが、今、青と緑が片っぽずつに繋がってますよね。で、ここを切らずに緑で編むには、この外側のも,も,ものを編むといいと思うので、ちょっと今だけね、 一つの毛糸から内側と外側から取るという形にしようかと思います。前に使った時の余ったのここにぐるぐるしてた部分を使って、あと多分足りなくなるので、こうね、ほぐしながら行きたいと思います。で、この青を付けたまんま、いつものパキッと色替えっていうやつですね、のラップターンカかト。4センチ残して輪にして編みます。で、 糸始末をしながら編んでいきます。で、これはラップサンドの時はこれでいいんですが、ガセットヒールというけい、あの、かかとの時にはまたちょっと違うし、ちょっと見つけたのでやり方をね、えっ、ー、と、パキッと色替えガセットヒールで検索したら出てくるかと思うので、もしくはね、リクエストいただけたらもう一回取りますので、はい 概要欄の方にちょっと貼るのを忘れそうなので今ここでそう話しておきたいと思います。こうして編んで、ちょっと重なって見えないかな最後一目をラップして、表編みから裏編みに向かってラップしてひっくり返します。ひっくり返したら裏編みで、 戻りますこれ裏編みするのが面倒だったら表編みをすれば、えっと、ガーター編みのかかとになってそれもまたねアクセントになって面白いかと思います私の変な裏編みえっとおばあちゃん編みっていうのがこうかけるんですねでも私のこうなんだろう目が逆の目にならないようにはしていますでもおばあちゃん編みの方がシンプルにこうキュッといくので締まると思います今度 ひっくり返して表編みをするときに、えっ、ー、と、目を逆に拾うといいと思います。で、ここも、端まで編んできて、表編みの方から裏編みの方に糸をかけて、ここは編まずに次の目から編んでいきます。これがラップタンの色替えです。で 糸始末したところはね、もうちょっと糸鉢が入っちゃってるけど、こんな感じで。あと、ここ。ここね、段差にならない工夫したんですが、ちょっとこう違和感があるかな。こっちは段差のない部分です。こんな感じとこんな感じでやっています。では、ちょっとかかとをラップをしてきて、 最後、糸替えをするシーンだけ撮りたいと思います。で、今回は履き口を二重にしたいなと、二重にしてほしいというオーダーだったので、久しぶりに二重の履き口を編みたいと思うので、またそこのシーンも撮りたいと思います。では、ラップターンをしていきます。ラップは、ここが30目なので、その3分の1の数、10個ずつ作りたいと思います。 最後のラップがこ,うこっちにしてある状態で色を変えますこう戻ってくる時にここにね穴が開きやすいので穴が開かない工夫をいつも通りするといいと思いますちょっとねいつも中途半端な動画で申し訳ないでここはラップをした目をこう拾ってきてこう針を刺しますでこっちからグッと持ってきてできるだけこう コードを近づけて編みますそしてこの緑は糸始末して10目ぐらいしたら切ってもいいという感じでかかとだけを緑にしてみましたでまたこっちは青で編んでいきたいと思いますかかとの色替えが終わりました で、こっちから見ると、こっちが全部青で、こっちがエメラルドグリーンという感じですが、かかとを見ると、色違いという風になっています。で、今回は二重の、えっ、ー、と、吐き口にしたいので、うん、最終的に17センチくらいになるようにしたいんですね。で、今、例えばこっちが青で17センチにして、えっ、ー、と、伸びる伏せ止めでくるりんとなるようにする。そうすれば、15センチくらいの、 減っちゃうんですね。17センチまで編んでくるりんにすると。で、この15センチのところからまた4センチくらい編む、編むと9センチ、19センチになりますよね。それがくるんとなればちょうど17センチぐらいになると思うので、えっ、ー、と、17センチの作りたかったらそこから2センチ引いたところまで編みます。若干ちょっと過ぎちゃったのですが、まあ、15センチぐらいのところで、ここの内側に、 ちょっと目印のマーカーをつけておきたいと思います。ここでね、2本いろいろね、もう編むっていう手もあるんですが、後からここを拾いたいので、この15センチちょっと過ぎたようなところに、この内側に変ーター編みのところにこうして、中に入れて、2センチ、約私はね、10段くらいなので、10段くらい編んで、で、 伸びる伏せ止めをしていきたいと思います。これならね、邪魔にならない。取り外しのできるマーカーをこうして、10段編んできます。2センチくらい編んで、伸びる伏せ止めをして、ここに糸始末をして、最後、糸端は内側に出しました。で、2つ同時編みだったのですが、ここで2つに分かれたので、 えーとこっちが先ですね。こっちを先にして、さっきマーカーをつけた部分を拾っていきたいと思います。色を変えなきゃいけないので忘れずに。で今度はね内側をくるりんじゃなくって、えーと二目ゴム編みにしてみようかななんて思っています。えーとまずマーカーをつけたところに針をこう刺して、もうこれもね糸始末見えなくなっちゃうから。 いいいと思うんですすけど4センチくら残ししてて輪にして1目引き抜き抜ますそしてこの下のところをしてしまうと下の段を取ってしまうのでこの真横のところでこれ今引っ張られてねちっちゃくなる目のところこうありますよねこう引っ張られるところをこう拾ってでこれを糸始末は後でもいいんだけどこうして今は メリアス編みというか、にしていきます。で、後で二目細編みにするといいと思います。と、この拾うところで折ると、この端っこだと思うと、取りやすいんじゃないかなと思います。あ、一押し持つ2回続けてしちゃいましたね。で、目を数えていきます。で、一周こうしていくと、 この目とちょっとずれるので、えっと、もともと靴下って螺旋状に編んでるので、こう編んでいってもちょっとこうずれるんですね。こうかな。こうか。なので、ずれてていいんだよというので編み直さなくても大丈夫です。まあ2段くらいずれててもね、そんなにね、吐き口の方に響かないと思うので、1段ずれてれば正解。2段でも OK。という感じで、 ていくといいと思います。24。5や9。10。フランス式でも拾います。11。こんな感じで。で今引っ張った。目と同じ色でちょっとそれで引っ込んじゃった。目をこうね。引っ掛けると。 いいいと思いますでちょっと緩めにした方がここがねツンとならずに済むんです今ちょっとツンとなってますよね引っ張られてますよねでここを30目拾ってこっちをこう行って戻ってきてでここを編むという感じにしますで2目ごま編みをしていきたいと思いますじゃーんくるりんの履き口の中に えっと、一目ずつ減らして、28目にして、二目ごま編みをしました。ここが表編みと、ここが表編みになるようにして、くるり,りんくるりんってしても、えっ、ー、と、いいと思うんですけど、ここはまっすぐだとこっちがへたらずに、あったかいんじゃないかなと思います。あ、ここのね、くるりん具合がもっと足りないなと思う方は、えっ、ー、と、印をつけたら3センチくらい編んでみるといいと思います。 履くとこんな感じになります。いいですね。もともとね、同じシリーズなので、自信も持ってね、組み合わせれるし、ちょっとこの柄がね、ずれちゃってても気にならない。ほら、こうなるとぴったしなんですね。あ、こういう柄合わせも面白いかもしれませんね。で、残りがね、青の方がこれくらいしかないので、またこの後ね、注文する方は、青が欲しい時には青を、 使ってくださいとかおっしゃってくださると嬉しいですということで今日は2つの毛糸内側から出したりまあ、ここを、ね、ちょっと外側から出したりして編む左右違いのトゥルーラブでした最後までご覧くださりどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう